湾岸戦争は、1990年8月2日のイラクによるクウェート侵攻をきっかけに、国際連合が多国籍軍の派遣を決定し、1991年1月17日にイラクを空爆して始まった戦争である。1990年8月2日、イラク軍は隣国クウェートへの侵攻を開始し、8月8日にはクウェート併合を発表した。これに対し、 諸外国は第二次世界大戦後初となる一致結束した事態解決への努力を始めた。国際連合安全保障理事会はイラクへの即時、撤退を求めるとともに11月29日に武力行使容認決議である決議678を米ソは一致して可決し、マルタ会談とともに冷戦の終わりを象徴する出来事になった。 翌1991年1月17日にアメリカのジョージ・ H.W. ブッシュ大統領はアメリカ軍部隊をサウジアラビアへ展開し同地域への自国軍派遣を他国へも呼びかけた諸国の政府はこれに応じいわゆる他国籍軍が構成されたこれは第二次世界大戦以来の連合であった歴史的に見ても湾岸戦争は一国の横暴を懲らしめるために 諸外国が団結したという意味で、画期的な出来事である。アメリカ軍が多くを占める、この連合軍には、ノーマン・シュワルツコフ米陸軍中将が、司令官となり、イギリスやフランスなどといった、ヨーロッパのみならず、イスラム世界の名手サウジアラビアをはじめとする、湾岸諸国やアラブ連盟の名手エジプトといった、新米アラブ諸国、さらに、 イラクと同じバーストー政権のシリアのような親ソ連の国も参加した。この湾岸戦争に参加したアラブ諸国はシュワルツコフではなくサウジアラビアのハリドビンスルタン陸軍中将の指揮下に置かれた。国際連合により認可された34カ国の諸国連合からなるアメリカ、イギリスをはじめとする多国籍軍はバーストー政権下のイラクへの攻撃体制を整えていった。 イラク政府による決議離行への意思なきを確認した諸国連合は国連憲章第42条に基づき1991年1月17日にイラクへの攻撃を開始した。イラクのサッターム・フセイン大統領は開戦に際しこの戦いをすべての戦争の母と称した。また故障による混乱を避けるため軍事行動における作戦名から 砂漠の嵐作戦とも呼ばれるこの戦争は第一次湾岸戦争また2003年のイラク戦争開始以前はイラク戦争とも称されていたこのクウェートの占領を続けるイラク軍を対象とする戦争は多国籍軍による空爆から始まったこれに続き2月23日から陸上部隊による進攻が始まった多国籍軍はこれに圧倒的勝利を収め クウェートを解放した。陸上戦開始から100時間後、他国籍軍は戦闘行動を停止し、停戦を宣言した。空中戦及び地上戦は、イラク、クウェート及びサウジアラビア国境地域に限定されていたが、イラクはスカットミサイルをサウジアラビア及びイスラエルに向け発射した。戦費約600億ドルのうち、約400億ドルはサウジアラビアから支払われた。 1988年8月20日にイラクはシーア派、イスラーム共和制国家のイランとの8年間に及ぶイラン・イラク戦争の停戦を迎えた。サターム・フセイン。戦争中に5大国のアメリカ、ソビエト連邦、中華人民共和国、イギリス、フランスや、経済的に豊かなペルシア湾岸のアラブ諸国に、 援助され、イスラエルを除いた中東では最大かつ世界的にも第4位の軍事大国となったが、600億ドルもの膨大な戦時債務を抱え、戦災によって経済回復も遅れていた。イラクの外貨獲得手段は石油輸出しかなかったが、当時の原油価格は1バーレルあたり15から16ドルの安値で、イラク経済は行き詰まっていた。イラクが 戦時債務を返済できないことから、アメリカは余剰農産物の輸出を制限し始めた。食料をアメリカに頼っていたイラクはすぐに困窮してしまった。また、アメリカが工業部品などの輸出も拒み始めたことで、石油採掘やその輸送系統についても劣化が始まり、フセイン大統領は追い詰められた。フセイン大統領はオペックに対し、 原油価格を1バーレル25ドルまで引き上げるよう要請していた。この要求は突然のものではなく7月10日にサウジアラビアのジッタで開かれたサウジアラビア、クウェート、イラク、カタール、アラブ首長国連邦の参与5カ国による石油商会議において原油価格引き上げを希望していたがオペックは聞き入れなかった。一方、サウジアラビアとクウェート、 アラブ首長国連邦がオペックの割り当量を超えた石油増産を行っていた。サウジアラビアは表向きオペックの指示に従っていたが、国有油田とは別にサウード家の私有物として石油を採掘し海外に売りさばいていた。クウェートとアラブ首長国連邦はオペックを完全無視し、大量採掘、原油価格は値崩れし、石油価格は大きく下がり、 石油輸出に依存していたイラク経済に打撃を与えていた。1990年7月17日、イラク革命記念日での演説において、フセイン大統領は一部のアラブ諸国が世界の原油価格を下落させることにより、イラクを毒の探検で背後から突き刺そうとしている。彼らが言葉で警告してもわからないのならば、何らかの効果的手段を取ると間接的に、 クウェートとアラブ首長国連邦を非難した。これを受けて、アラブ首長国連邦は、石油増産を一応縮小したが、クウェートはいかなる行動も起こさなかった。7月18日、イラクのターリーク・アジーズ外相は、クウェートとアラブ首長国連邦が、オペックの生産協定を破り、生産枠を超えた、石油生産により、アラブ全体で五千億ドルもの損失を被ったと主張。 そして、クウェートに限れば、イラクが890億ドルの損害を被ったばかりか、イラクの領土にあるルマイラ油田から石油を洞掘しているとし、洞掘が1980年代から続いており、イラクは24億ドルも損をしていると述べた。さらに、クウェートが国境付近のイラク領内に軍事基地を建設していると非難した。クウェートはルマイラ油田から大量採掘を行ったが、 この油田は、イラクも領有を主張、過去幾度か貴族をめぐって対立してきた歴史がある。イラクの批判に、クウェートのジャービル市長は、単なる金目当ての脅しと判断し、イラクの主張を否定するとともに、軍を動員した。また、クウェート国内では、石油利益配分をめぐって対立が起こっており、政府がイラクに無償援助した約百億ドルを返済させる運動が起こったため、 クウェートはイラクに返済を働きかけたが、当然ながら、イラクには返せる財産はなく、反対に、さらなる援助を要求され、両国は、外交的衝突に至った。この事態に、周辺アラブ諸国が仲介に乗り出し、7月20日、サウジアラビアのサウード・アルファイサル外相が、同国のファハド国王の親書を携えて、イラクを訪問。同日、 アラブ連盟のチェディル・クライビー事務総長がクウェートを訪れてジャービルを説得した。そしてクウェート政府はイラクとの間で洞窟問題を交渉することに合意したと発表し軍の動員も解除した。これらの外交交渉は実は内心イラクの軍事的脅威を恐れるクウェート側がサウジアラビアやアラブ連盟に19日の段階で働きかけていたものだった。 7月21日には、エジプトのホスニームバラク大統領が、フセイン大統領と電話で会談し、慎重な対応をするように説いた。22日にはエジプトを、アジーズ外相が訪れたが、同日、イラク国営通信は、クウェートは湾岸への外国勢力侵入に手を貸しているというイラク政府報道官の談話を発表し、国営紙、ジュムフーリーヤも、 クウェートはまだイラクの油田洞窟を止めていないと、イラクによる激しいクウェート避難は収まらなかった。事態を重く見た、ムバラク大統領は、問題解決のために、イラククウェート両国を訪問する意思があると表明し、アラブ外相会議の開催を求めた。一方で、当事者であるイラクとクウェートに対しては避難合戦を止めるよう求めた。しかし、そんなアラブ各国の動きを横目に、 イラクは7月24日、クウェート国境に3万人の兵力を集結。同日、ムバラク大統領はイラクを訪問し、フセイン大統領に対して、クウェートへ軍事行動を起こさぬよう国を指し、イラク、クウェート、サウジアラビア、エジプトからなる4カ国会議を提案した。これに対して、フセイン大統領は、クウェート側への要求として、石油トークス分の24億ドルの支払い。 国境確定に向けた直接交渉を求め、受け入れられなければイラクは軍事行動をとると述べた。ムバラク大統領の提案した4カ国会議はクウェートに有利なものであったため、イラクが孤立することを恐れたフセイン大統領は7月25日に4カ国会議を拒否し、あくまでもクウェートとの直接交渉を求めた。同日、フセイン大統領と会談を行った。 アメリカのエプリルグラスピー中イラク特命全権大使がこの問題に対しての不介入を表明したこともあり、ついにイラク軍が動いた。7月27日にはクウェート北部国境に共和国防衛隊集結をアメリカ軍の偵察衛星も確認した。集結した戦車隊は訪問を南側へ向け威嚇していた。アメリカはこれを周辺アラブ諸国に通知したが、 湾岸諸国はあくまでクウェートに対する脅しと考え、まるで相手にしなかった。オペックはフセイン大統領を懐柔するために原油価格をそれまでの18ドルから21ドルに引き上げたが、フセイン大統領はすでに交渉による解決に関心を示さなかった。一方クウェートは十分な防衛体制をしかなかった。7月31日の実家で開かれた両国会談では、 イラク側代表のイッザトイブラーヒーム革命、指導評議会副議長がこれまでの要求に加えて、イラクが長年領有権を主張していたワルバ島とブービアーン、島をイラクに割譲せよ、と要求をエスカレートさせた。これに対して、クウェート側代表のサード首相は、イラクの要求を拒否するとと,ともに、話し合いの継続を希望するとだけ答えた。イラクは次回協議を、 バグダードで開くことをほのめかし、会議は成果なく終了した。8月1日に、両国を仲介していた、ムバラク大統領とパレスチナ解放機構のヤーセル、アラファト議長は、イラクのクウェート侵攻はないとクウェートに明言し、自国のテレビで断言した。イラクとクウェートの武力衝突は避けられると思われた。クウェート市サウジアラビアのスルターン。 ビンアブドゥルイ・コール・アズイーズ公大使と会談するアメリカのディック・チェーニー国防長官会見を行うフセイン大統領1990年8月2日午前2時戦車350両を中心とする共和国防衛隊機構士団10万人はクエート侵攻を開始ムバラク大統領とアラファト議長を完全に出し抜いた格好だったなおイラク軍にすら この進行計画は事前に知らされておらず、参謀総長や国防大臣は進行をテレビやラジオの報道で聞かされ寝耳に水の状況だった。クウェート軍の50倍の兵力での奇襲により、午前8時までにはクウェート全土を占領。同時に革命指導評議会はクウェート政権が打倒されたと宣言し、同日夕刻にイラク国へ放送がクウェートにおいて、 革命を起こした暫定自由政府の要請により介入したと報じた。一方、クウェートのジャービル参戦主張はサウジアラビアへ亡命した。イフテイのファハドは少人数の警護隊と共に、宮殿内での銃撃戦により死亡した。クウェート暫定政府は、アラーフセインアリーを主犯とするクウェート共和国と名前を変えたが、翌日にはイラクに併合された。イラクの軍事侵攻に対し、 同日中に国際連合安全保障理事会は即時無条件撤退を求める安保理決議660を採択さらに8月6日には全加盟国に対してイラクへの全面禁輸の経済制裁を行う決議661も採択したこの間に石油価格は一挙に高まったものの決議661の経済制裁によって イラクは恩恵に預かることができなかった。8月7日、アメリカのブッシュ大統領は、サウジアラビアへのイラクによる攻撃もありうると説得し、アメリカ軍駐留を認めさせ、軍のサウジアラビア派遣を決定した。アメリカは、イラン・イラク戦争の際に、イラクを支援しており、サウジアラビアも国内にメッカという聖地を抱え、外国人に対して入国を厳しくしている国であるため、 友好国ではあるものの異教徒の国の軍隊の親中を認めることは多くのイスラム国家にとって予想外の出来事であった。しかし、サウジアラビアとしても石油の過剰輸出の件でイラクと対立していたこともあり、クウェートに続いて自国も侵略されることを恐れていた。バーレーン、カタール、オマーン、アラブ首長国連邦といった湾岸産油国も次々に アメリカに同調した。しかし、国連軍の編成は政治的にできないため、アメリカは有志を募るという形での多国籍軍での攻撃を決め、アメリカの同盟国かつ、クウェートと歴史的につながりの深いイギリスやフランスなどもこれに続いた。エジプト、サウジアラビアをはじめとするアラブ各国もアラブ合同軍を結成して、これに参加した。さらに、 アメリカと敵対関係にあったシリアも参戦を決定したが、これはレバノン内戦に関する取引であった。アメリカはバーレーン国内に軍司令部を置き、延べ50万人の多国籍軍がサウジアラビアのイラククウェート国境付近に進駐を開始した。イラクは国連の決議を無視、さらに態度を降下させ、8月8日に、 クウェート暫定自由政府が母なるイラクへの帰属を求めたとして併合を宣言。8月28日にはクウェートをバスラ県の一部と新たに設置したイラク第19番目の県、クウェート県に再編すると発表した。8月10日にアラブ諸国は首脳会談を開いて共同歩調を取ろうとしたが、いくつかの国がアメリカに反発してイラクよりの姿勢を取ったので、 とりあえず、イラクを非難するという、まとまりのないものとなった。8月12日にイラクは、イスラエルのパレスチナ侵略を容認しながら、今回のクウェート併合を非難するのは矛盾していると、主張、イスラエルのパレスチナ退去などを条件に撤退すると発表したが、到底実現可能性のあるものではなかった。10月8日に、エルサレムで20人のアラブ系住民が、 イスラエル警官隊に射殺されるという中東戦争以後最大の流血事件が起こり、フセインは激しく非難したが、これを機にパレスチナ問題が国際社会で大きく取り上げられるようになった。またこの主張により PLO はイラク支持の立場を表明、結果、クウェートやサウジアラビアからの支援を打ち切られて苦境に立ち、後のオスロ合意調印へとつながることになった。 さらにイラクは8月18日にクウェートから脱出できなかった外国人を自国内に強制連行し人間の盾として人質にすると国際社会に発表しその後日本やドイツアメリカやイギリスなどの非スラム国家でアメリカと関係の深い国の民間人を自国内の軍事施設や政府施設などに人間の盾として監禁した。なおこの中には クウェートに在住している外国人のみならず日本航空やブリティッシュエアウェイズの乗客や乗務員などイラク軍による侵攻時に一時的にクウェートにいた外国人も含まれていた。この非人道的な行為は世界各国から大きな批判を浴び、後にイラク政府はアントニオイノキが訪問した後に解放した日本人人質41人など小出しに 人質の解放を行い、その後他国籍軍との開戦直前の12月に全員が解放された。だが、その後もイラクはクウェートの占領を継続し、国連の度重なる撤退勧告をも無視したため、11月29日、国連安保理は翌1991年1月15日を撤退期限とした決議678を採択した。 砂漠の嵐作戦進路多国籍軍のコリン・パウエル、ノーマン・シュワルツコフ司令官とアメリカのポール・ウォルフォウィッツ、シェルターに避難するイスラエル市民。1月17日に多国籍軍はイラクへの爆撃を開始。戦線布告は行われなかった。この最初の攻撃は、サウジアラビアから航空機及びミサイルによってイラク領内を直接叩く。 左フック戦略と呼ばれるもので、クウェート方面に軍を集中させていたイラクは出花をくじかれ、急遽イラク領内の防衛を固めることとなった。巡航ミサイルが活躍し、アメリカ海軍は288機のユム、RGM-109、トマホーク巡航ミサイルを使用、アメリカ空軍は B-52 から35機の A g m -86C カルシエムを発射した。 CNN は空襲の様子を生中継して世界に実況報道した。1月27日にアメリカ中央軍司令官であったアメリカ陸軍のノーマン・シュワルツコフ大将は絶対航空優勢を宣言し戦争が多国籍軍側に有利に進んでいることを強調した。アメリカ空軍はイラク軍防空組織に最初期から攻撃を加えておりイラク軍防空システムは 早期の段階でほぼ完全に破壊された。これによって、戦闘開始直後から、イラク空軍の組織的な防空戦闘は困難となり、多くの航空機がイランなどの周辺国へと退避した。ただし、開戦初日には、イラク空軍ミグ -25 により会、A-18 が撃墜されている。また、イラクの防空体制が、まだ機能している、状況下で、 JP-233 による攻撃を行ったイギリス空軍のトーネード IDS は多国籍軍の攻撃機としては最も多くの犠牲を出した。一方、フセイン大統領はアラブ対イスラエルとその支持者の構図を築こうと考え1月18日からイスラエルへ向けスカッドミサイルアルフセインとアルファジャラ K-43 機を発射。 イスラエル最大の都市、テルアビブなどに着弾し、死傷者が出た。イスラエルは開戦直前にも、サットなどにより、フセイン大統領が攻撃準備をしていることを知り、1月16日に全土へ非常事態宣言を出していたが、42日間に18回39発のミサイル攻撃を受け、うち10回の攻撃で226名が負傷し、2名がミサイルの直撃で、 5名がミサイル警報のショックで7名が対科学攻撃用ガスマスクの取り扱いミスで死亡した。イスラエル世論はイラクへの怒りで沸騰したがイラクからの挑発を受けてイスラエルが参戦することで異教徒間戦争となるというフセインの目論見み通りになることを恐れたアメリカや国連の要請によってイスラエル政府は動かずフセイン大統領の目論見みは失敗した。 続いてイラクはサウジアラビアとバーレーンに対して同数程度のミサイルで攻撃を行った。これは異教徒に加担した裏切り者を制裁することでアラブ世界の結束を図ろうという試みであったが不法な侵略者イラク対国際社会の構図は揺らがなかった。アメリカは急遽イスラエルや湾岸諸国にパトリオット地対空ミサイルシステムを配備して迎撃し、 当時はほとんどを撃ち落としたと主張していた。しかし、本来これは対抗空気用の兵器である。後の研究報告により、それほど役立っていなかったことが判明した。またスカットを捕捉、破壊するため、イギリス特殊空艇部隊偵察チームがイラク広報に潜入したが、偵察チームの多くはイラク軍に捕捉され、死傷者が出た。 特にアンディ・マクナブ軍曹の指揮する偵察チーム、コールサイン、ブラボー2-0は8名中3名が死亡、マクナブを含めて4名が捕虜となり、ただ一人、クリスライアン5長だけがシリアへの脱出に成功した。1月29日、イラク軍は、サウジアラビア領のペルシャン上にある、カフジーデンを、奇襲攻撃。しかし戦略も何もなく、また国籍軍の抵抗にあって失敗し、 翌30日に撤退した。残豪で訓練中のスタッフォード社連隊第一、大体 C 中隊の兵士たち。1ヶ月以上にわたって行われた、工場的空爆により、イラク南部の軍事施設はほとんど破壊されてしまった。2月24日に空爆が停止された。同日、他国籍軍は地上戦に突入。クウェートを包囲する形で、イラク領に侵攻した。 大統領親衛隊や共和国防衛隊を除く主要のイラク軍は度重なる空爆によって消耗装備も貧弱でまるで指揮がなくまた一部では油田に火を放って視界を妨害しようとしたが他国籍軍は熱戦映像指揮暗視装置を持っていたため煙の向こうのイラク軍部隊は反撃もできずに一方的に撃破されまた続々と投降したイラクは 翌2月25日にスカットミサイルでサウジアラビアを攻撃、ダーラン近郊の第14補給軍検隊兵舎に命中させ、28人を殺害、100人以上を負傷させた。しかし、抵抗はここまでであった。地上戦開始から100時間後に、イラク軍は日本の幹線道路に長蛇の列を作って撤退開始、2月26日から翌日にかけて、 それを米軍機は、猛爆し、死のハイウェイとかし、夜が明けた頃には無数の焼け焦げた車両と消死体が散乱していた。2月27日には、クウェート市を解放。他国籍軍は敗走するイラク軍を追撃した。2月28日の朝に戦闘が終結した。アメリカのブッシュ大統領は、記者会見で、クウェートは解放された。イラク軍は敗北した。 我々の戦闘目的は達成された。多国籍軍の勝利であり、国連の全人類の、そして法の支配の勝利である。と述べた。一方で、イラクのフセイン大統領は、あなた方は勝利したのだ。イラク国民よ。イラクこそ勝者である。イラクは悪とテロと侵略主義の帝国であるアメリカのオーラを破壊するのに成功したのだと強弁した。3月3日には、 暫定停戦協定が結ばれた。3月3日にイラク代表が暫定休戦協定を受け入れたが、イラク軍の主力は多くが温存され、この温存兵器が後の検案事項となった。国連では1ヶ月後の4月3日に、クウェートへの賠償、大量破壊兵器の廃棄、国境の尊重、抑留者の帰還などを内容とするアンポリ決議687号が採択された。 4月6日にイラクが受諾して正式に停戦合意、4月11日に687号は発行した。1995年4月にアンポリが石油交易を部分的に許可する決議をしたが、イラクは全面解除以外に受け入れられないと拒否した。また、核開発防止のための国際原子力機関査察を拒否し、長期間にわたる経済制裁を受けることとなった。 その後の詳細はイラク武装解除問題及びイラク戦争を参照。巡航ミサイル及び航空戦力による空爆の重要性の増加は戦争初期段階における一般市民の犠牲者の数をめぐる論争を引き起こした。戦争開始24時間以内に1000個以上のソーティーが飛行しており、その多くがバグダットを標的とした。イラク軍の統制及び フセイン大統領の権力がザスバーグダットは爆撃の重要な標的となったにもかかわらず、イラク政府は政府主導の疎開や避難を行わなかった。これは市民の多大な数の犠牲者を生む原因となった。地上戦の前に行われた多くの航空爆撃は民間人の被害を多数引き起こした。特筆すべき事件としてステルス機によるアミリアへの爆撃が挙げられる。 この空爆により、同地へ避難していた200人から400人の市民が死亡した。火傷を負い、切断された遺体が転がる場面が報道され、さらに爆撃された、延泰号は市民の避難所であったと述べられた。一方では、同地はイラクの軍事作戦の中心地であり、市民は人間の盾となるために故意に動かされたとみなされ、これをめぐる論争は激化した。 カーネギー・メロン大学、ベス・オズボーン・ダ・ポンテの調査によると、3500人が空爆で10万人が戦争による影響で死亡したと推定された。正確なイラク戦闘犠牲者数は不明だが、調査によると2万人から3万5千人であると見積もられている。アメリカ空軍の報道によると、空爆による戦闘死者数は約1万から1万2千人。 地上戦による犠牲者数は1万人であった。この分析は戦争報道によるイラク人捕虜に基づいている。もっとも捕虜となったイラク軍兵士3万7千人中に負傷者が800人ほどだったことや戦後に反体制勢力を迅速に鎮圧した状況を見るに実際の死者は1万人以下との見解もある。フセイン政権は諸外国からの同情と支援を得るため市民からの 死傷者数を大きく発表した。イラク政府は2300人の市民が空爆の間に死亡したと主張した。プロジェクト・オン・ディフェンス・アルターナティブスの調査によると、イラク市民3664人と2万から2万6千名の軍人が紛争により死亡し、一方で7万5千名のイラク兵士が負傷した。パトリオットミサイルの発射国防総省は MIA と呼ばれるリストを作成し、 友軍の放火による35名の戦死者を含む148名のアメリカ軍人が戦死したと発表した。なお、このリストには2009年8月に1名のあるパイロットが追加された。さらに145名のアメリカ兵は戦闘外事故で死亡した。イギリス兵は47名、フランス軍人は2名が死亡した。クウェートを含まないアラブ諸国は37名が死亡した。 最低でも605人のクエート兵は未だに行方不明である。他国籍軍艦における最大の損失は1991年2月25日に起こった。イラク軍、アルフセインはサウジアラビア・ダーランのアメリカ軍宿舎に命中、ペンシルベニア州からのアメリカ陸軍予備兵28名が死亡した。戦時中、 合計で190名の多国籍軍病がイラクからの砲火により死亡。うち113名がアメリカ兵であり、連合軍の死者数は合計368名だった。友軍砲火により44名の兵士が死亡し、57名が負傷した。また、145名の兵士が軍需品の爆発事故もしくは戦闘外事故により死亡した。 多国籍軍の戦闘による負傷者数はアメリカ軍人458名を含む776名であった。しかし2000年現在、湾岸戦争に参加した軍人の約4分の1にあたる18万3000人の福音軍人は福音軍人賞により高級的に参戦不能であると診断された。湾岸戦争時にアメリカ軍に従事した男女の30%は 原因が完全には判明していない、多数の重大な証拠に悩まされ続けている。砂漠の嵐作戦に参加し、地雷を除去するサウジアラビア陸軍 M113、装甲兵員輸送車及び軍事車両。1991年3月1日、クウェートにて、イラク兵により190名の多国籍軍部隊員が殺され、遊軍放火。 または事故により379名が死亡した。この数字は予想されたものに比べ非常に少ないものである。また、アメリカ人女性兵3名が死亡した。これは国別の多国籍軍の死亡者数である。友軍相打ちイラク戦闘員による多国籍軍の死亡者数は非常に低く、友軍相打ちによる死亡者数は相当な数に上った。 148名のアメリカ兵が戦闘中に死亡し、そのうち24%に当たる35名の従軍要員は遊軍相打ちにより死亡、さらに11名が軍備品の爆発により死亡した。アメリカ空軍 A-10 攻撃機がウォーリア不評戦闘車部隊2個を攻撃したことにより、9名のイギリス軍従軍要員が死亡した。クウェートにおける 石油火災クウェートにおける石油火災はイラク軍により起こされた。他国籍軍に追跡されていたイラク軍は焦土作戦の一環として700の油性に放火した。火災は1991年1月及び2月に始まり、1991年11月に最後の火が消された。生じた火災は制御できないほど燃え広がった。 これは消火作業員の投入が困難であったためである。油性周辺には地雷が設置されており、消火活動の全段階として、同地域の地雷除去作業が必要となった。約600万バレルの石油が毎日失われていった。結果、15億 US ドルの経費が突き込まれ、消火作業は終了した。作業には少なくとも2年かかると予想されていたが、爆風による吹き消し消火や、 ジェットエンジンで消火剤を吹きつけるハンガリーの消防車が威力を発揮し、予想よりも早く沈下させることができた。しかし、火災は発生より10ヶ月が経過し、広範囲にわたる環境汚染が生じた。1月23日、イラクは400億ガロンの原油をペルシア湾に流出させた。これは当時としては最大の沖合石油流出だった。この天然資源への襲撃は、 アメリカ海兵隊部隊の沿岸上陸を阻むためのものであると報道された。このうち約30から40%は他国籍軍によるイラク沿岸目標への攻撃によるものであった。国連はイラク政府に対してイラク占領下及び戦争中におけるクウェートの被害について賠償させるために国連保障委員会を設置。国連安保理決議687に基づき、 総額で524億ドルの賠償を求め、石油収入の5%の支払いを義務付けられた。フセイン政権は1994年から賠償金を支払い、現在までに301億5000万ドルが支払われた。しかし、残高が223億ドルも存在し、現行ペースでは、関西二十数年かかると見られている。このため、復興途上にあるイラクにとっては、 負担が大きく、再三減免を求めてきたがクウェートはこれを拒否。逆に、クウェート側は、イラク側の保障が不十分とし、2009年に国連に対して、イラクに対する経済制裁を、まだ解除しないよう求め、イラク側の反発を呼んだ。現在のイラククウェート国境は、1993年5月27日、 国際連合安全保障理事会決議833に基づいて確定された。1994年に、サッターム・フセイン政権はこれを承認した。しかし、イラク現政府は、同決議の承認を公式には表明しておらず、2010年7月14日、同国のアラブ連盟大使カーイス・アッツアーウィーは、現在の国境線は認められないと発言したと、報道された。 クウェート政府はこれに抗議し、イラク外相が釈明する事態となった。アメリカ合衆国議会の計算によると、アメリカ合衆国は、この戦争に611億ドルを費やした。その内約520億ドルは、他の諸国より支払われ、クウェート、サウジアラビアを含むペルシア湾岸諸国が360億ドル、日本が130億ドル、ドイツが70億ドルを支払った。 サウジアラビアの出資のうち25%は、食料や輸送といった軍へ用務という形で、物能により支払われた。多国籍軍のうちアメリカ軍部隊はその74%を、占め、包括的な出費は、より大きくなされた。日本の戦費教室も、当時の自国防衛予算の、約3割に当たる多額の支出が行われた。戦艦水売りから発射されたトマホーク。 湾岸戦争は、戦艦が使用された最後の紛争でもあった。艦砲射撃を行う戦艦ミズーリ艦砲射撃を行う戦艦アヨアカイ -117 ステルス、攻撃機イラク空軍が投入したミグ -23MS。ミグ -23 は、同じ可変翼機であるトーネードを撃墜したとされる。湾岸戦争、砂漠の嵐作戦。アメリカ空軍の f 十六 カイマナス -15C、15 C カイマナス -15E トマホーク巡航ミサイル、レッカウラン弾、ス -117 ステルス攻撃機、パトリオットミサイル、バンカーバスター地中貫通爆弾、全地球即位システム、カイマナス -15E 戦闘爆撃機など、特にアメリカは数々の新兵器を投入した。中には A-10 攻撃機のように、冷戦終結により一度は存在価値を失ったものの、 湾岸戦争での活躍により再評価されたものも存在する。アメリカ空軍のエイジム -130 誘導ミサイルといった誘導爆弾は他の無誘導爆弾に比べ実戦経験は少なかったにもかかわらず過去の戦争と比べ軍事攻撃における市民への被害を最小限にできると評価された。ジャーナリストたちが巡航ミサイルが飛び交うのを ホテルから眺める中、バグダッド中心部の特定の建造物への爆撃は行われた。多国籍軍が投下した爆弾のうち7.24%は精密誘導によるものであった。クラスター爆弾を含む複数の手段を試算させる爆弾及び1万5五千ポンド爆弾でエージーカッターは数百ヤードにわたる範囲内の建造物を破壊可能である。全地球測位システムは 砂漠全域における円滑な部隊運用を可能にした。早期警戒完成機及び衛星通信システムも、また重要な役割を果たした。アメリカ海軍 E-2 ホークアイ及びアメリカ空軍 E-3 セントリーが、その一例である。これらの航空機は、作戦範囲における指令及び完成に使われた。これらのシステムは、陸軍、空軍、 そして海軍艦の必要不可欠な通信リンクを提供した。そしてこれは他国籍軍が空戦において圧倒的優位に立った多くの理由のうちの一つである。対してイラク軍は地上戦力では QK52 や T-72 といったソ連製兵器や中国製59式、69式、戦車などを投入した。ところが 中には、モンキーモデルと呼ばれる性能を輸出向けにダウングレードさせた仕様も存在したため、これらは多国籍軍の戦車に相次いで撃破された。他にも、対地攻撃用にスカートミサイルやカチューシャといった装備も投入しており、これらの存在に多国籍軍は苦戦することになった。航空戦力には、装備していたソ連製、フランス製、中国製戦闘機や、 爆撃機を投入。中には、ミグ -25 のように撃破ない種撃墜に至らせた機体もあった。しかし、全天候能力を持たない機体も多く大部分は撃墜されているか隣国のイランに退避する事態を迎えた。現在でも、イラン空軍には当時イラクから逃げてきた飛行機が何機か配備されているが、これはイランも革命後に、 アメリカから支援を断たれたためやむを得ず使用しているためである。イラク海軍はフリゲートやコルベット、ミサイル艇といった小型の艦艇で構成された艦隊が配備されていた。海上戦力において重大な脅威とみなされたのはミサイル艇のみであったが、これらは多国籍軍の航空戦力によって一方的に殲滅されている。なお、イラン・イラク戦争後、 イラク海軍はイタリアにミサイルフリーゲートや補給艦を発注して海上戦力の充実を狙っていたがフリーゲートはキャンセルされている。また補給艦はイラクへの開港中に湾岸戦争勃発により引き渡しが禁止されエジプトのアレクサンドリア港に止め置かれた。サウジアラビアはイラン・イラク戦争の折にアメリカから海十五戦闘機などを導入しアメリカは イラク監視を名目に、第5艦隊ザイバーレーン軍司令部と共に、戦後も中流を継続した。同国出身のウザーマ・ビン・ラーディンは、自身のムジャヒリンで、イラク軍から防衛する計画を提案したところ、当時のファハド・ビン・アブドゥル・アズ・イーズ国王に断られ、イスラム教の聖地メッカとマディーナを有する同国に、アメリカ軍を中流させたことに反発し、イスラム原理主義組織アルカアイダによるアメリカへの、 同時多発テロを実行したと発表されている。このことから、フセイン政権とアルカイダの関連が疑われて、イラク戦争の開戦自由となったが、しかし、ビンラーディンは、サダム・フセインを、アラーブ世界の汚物と告評しており、また、アメリカ上院情報特別委員会は、フセイン政権はアルカイダを脅威とみなしていたと、結論づけており、フセイン政権とアルカイダをつなげる証拠はなかった。 過激派は数度にわたって中東に在留するアメリカ軍を襲撃したが、1996年のアメリカ軍宿舎攻撃はタンクローリーを爆破するもので十数名のアメリカ兵が死亡した。1998年にはケニアなどでアメリカ大使館爆破事件を起こし、約200名を殺害。2000年にはイエメン沖でアメリカ海軍艦コールを攻撃した。 これらの事件でアメリカはアルカアイダを避難し、当時アフガニスタンでアルカアイダを保護していたタリバンにアルカアイダの引き渡しを求めた。さらに二度にわたる国際連合安全保障理事会決議でも引き渡しが要求された。しかしタリバンは引き渡しに応じず、2001年にアメリカ同時多発テロ事件が発生した後にもアルカアイダを保護し続けた。このため、NATO と 北部同盟によるタリバーン政府攻撃が行われた。湾岸戦争前に、フセイン政権は、レバノンのマロンハ・キリスト教勢力及び、レバノン国軍に対して、シリアバース島に対する対抗策として、余剰の軍備を供与するなど同内戦に関与を深めていた。しかし、湾岸戦争の勃発によりこ、ンンよりこれらの支援は途絶。マロンハ・キリスト教勢力は、外国からの支援が途絶。え、 さらに民兵組織の処遇をめぐって、ドーハの有力民兵組織レバノン軍団とミシェル・アウン、率いるレバノン国軍は軍事衝突するに至った。また、イラクから支援を得ていたことから、レバノン政府及び軍に対する欧米からの支援も凍結され、レバノンのマロン派キリスト教勢力は深刻な内紛を抱え込み国際的に孤立することとなった。一方、 シリアは多国籍軍への参戦を表明。アメリカはその見返りとして、レバノン問題の解決をシリアに事実上一任する形となった。また、この事態はイラクを支持し、レバノン国内のパレスチナ難民キャンプを事実上支配地域としていた PLO に対する牽制ともなった。アメリカの黙認を得たシリア軍は、レバノン国軍に対して、 各州派の民兵組織と連携して大攻勢を仕掛け、これを降伏させた。レバノン内戦はシリア主導によって終結に向かうこととなった。湾岸諸国から大量の原油を購入していた日本に対してアメリカ政府は同盟国として戦費の拠出と共同行動を求めた。日本政府は軍需物資の輸送を民間の海運業者に依頼したが、組合はこれを拒否した。 さらに当時の外務大臣の中山太郎が外国人の看護師、介護士、医師を日本政府の負担で近隣諸国に運ぼうとした際にも日本航空の労働組合が近隣諸国への飛行を拒否したためやむなくアメリカのエバークリーン航空機をチャーターしてこれに対応した。さらに急遽作成した国連平和協力法案は自民党内の歯と歯や 社会党などの反対によって廃案となった。なお、時の内閣は、第二次山内閣の改造内閣であった。取り残された法人への情報提供を行うため、八幡送信書から、有事放送を行った。鈴木による、自動車込み本線集会立て看板また、鶴見俊介や自動車雑誌、ナビ編集者、鈴木正文などの文化人は、 他国籍軍によるイラクへの攻撃に対して攻撃開始前の時点から反戦デモを組織して、唐谷幸と中上健治、津島裕子、田中康夫らは湾岸戦争に反対する文学者声明を発表した。これらの文化人や作家の多くはイラクによるクウェート侵攻については批判していたが、これをイラクによる正当な領土回復行為とみなす者もいた。 日本政府は8月30日に他国籍軍への10億ドルの資金協力を決定、9月14日にも10億ドルの追加資金協力と紛争周辺3カ国への20億ドルの経済援助を、さらに開戦後の1月24日に他国籍軍へ90億ドルの追加資金協力を決定し、他国籍軍に対しては計130億ドル、さらに為替相場の変動により、 メベりがあったとして5億ドルを追加する資金援助を行った。クウェートは戦後に参戦国などに対して感謝決議をし、ワシントンポストに感謝広告を掲載したが、新規増税により130億ドルに上る協力を行った日本はその対象に入らなかった。また、外戦パレードでのシュワルツコフ大将による演説においても、 他国籍軍に参加した28カ国の中米大使を壇上に挙げた上で28の同盟国とその他の国に対する感謝の意が述べられた。壇上に呼ばれなかったことに抗議した中米日本大使の村田良平に急遽折りたたみ椅子が与えられたが扱いの差は歴然であった。日本の資金協力のうち当初の援助額である90億ドル中、 クウェートに直接入ったのは6億3000万円に過ぎず大部分がアメリカに渡り、またクルド人難民支援等説明のあった5億ドルの追加援助のうち695億円がアメリカに渡っていた。日本政府の対応が10億ドルずつの蓄積的支出で全体として印象に残らなかったとする意見もある。しかし人的貢献がなかったとしてアメリカを中心とした。 他国籍軍の参加国から金だけ出す姿勢を非難された。なお、ドイツも同様に非戦協力のみであったが格別非難はされず、クウェートの感謝広告でも中央上段に国名が掲載されている。同盟国のアメリカから非難された結果、国際貢献が政界や論壇で流行語になり、自民党、外務省、保守的文化人などの間で、 人的貢献がなければ評価されないとの意識が形成され、その後の自衛隊の派遣対象や任務の拡大の根拠にたびたび使われた。そして日本政府は国連平和維持活動への参加を可能にする PKO 協力法を成立させた。中山太郎外務大臣は感謝広告に日本が掲載されなかったことを引き合いに出し、人命をかけてまで 平和のために貢献するときのみ、国際社会は敬意を払い尊敬する旨答弁、している。その後、ペルシャ湾の嫌い除去を目的として、海上自衛隊の総海艇を派遣し、自衛隊の海外派遣を実現させた。この PKO 協力法が施行されたことにより、自衛隊は PKO 活動への参加が可能となった。2015年9月10日付で、東京新聞は、 クウェート側が広告掲載のためにアメリカ国防総省に求めた多国籍軍参加国のリストから日本が漏れていたとする記事を掲載した。アルシャリク元中日クウェート大使はインタビューに対し感謝広告はサバハ中米大使による発案であり、サバハ大使の求めでアメリカ国防総省が示した参加国リストに日本が掲載されていなかったと話した。また 同記事は、クウェートの湾岸戦争記念館に、日本の総会作業や資金援助についての説明があること、2011年3月の東日本大震災の際にはクウェートからも、富裕層から労働者まで多くの人々から義援金が寄せられ、500万バレルの石油の無償提供が決議されたことを紹介し、クウェート人の間では、湾岸戦争において日本が、 多額の資金援助をしたことは感謝の念とともに記憶されているとしている。日本では英語名を訳した湾岸戦争が開戦直後に定着した。ペルシャ湾に面したクウェートが舞台になったことから名付けられたとみられ、ほとんどの国が訳合を使用している。イラクのクウェートへの侵攻から始まったことから、イラク戦争と呼ぶ人もおり、2003年のイラク戦争を受け、 こちらを第一次イラク戦争、校舎を第二次イラク戦争とも呼ぶ。また、2003年のイラク戦争のことを第二次湾岸戦争と呼び、こちらを第一次湾岸戦争と呼ぶ人もいる。一方のイラクでは、多国籍軍が30カ国ほどで結成されたことから、30の敵戦争あるいは、当時のイラクのフセイン大統領が、アラブ対イスラエルと、その支持者と位置づけたこともあり。 当時のアメリカの大統領の名前をとって、ブッシュ戦争などと呼んでいた。アラブ諸国では、イラン・イラク戦争を第一次湾岸戦争として、こちらを第二次湾岸戦争、あるいは過去4度の中東戦争との関連で、第五次中東戦争と呼ぶことがある。また、メディアによるリアルタイムの報道映像は、ミサイルによる空爆をテレビゲームのように映し出し、世界的には、 任天堂戦争とも呼ばれた日本国内ではテレビゲーム戦争と報道された。ほとんどの連合軍諸国は自らの作戦及び戦闘を様々な名称で呼んだ。これらはアメリカ軍による砂漠の嵐をはじめしばしば戦争全体を表す名称として誤って使われる。これらに加え、各々の戦闘の各段階には ここに作戦名が与えられた可能性がある。アメリカはこの紛争を以下のように大きな三つの戦闘に分けた。ありがとうございます。